Woo!
야라! 이 박스! 이 박스!
ですね、こう、はい、多団体の試合が多いと思うんですけれども、その辺はこう京子さん自身どのように感じていらっしゃいますか。いや、やっぱ他のねところの人と選手と戦って、やっぱうちの選手っていうのはすごい打たれ強いし、スタミナあるしっていうか本当につくづくうちの選手ってすごいなっていう、ね、あ、自分のチームがやっぱり凄さを感じたと、はい、思います。やっぱり毎日毎日忙しいと思うんですけれども、はい、お休みの日っていうのはどんなことしてらっしゃるんですか。いやー、ずっと寝てますね。ずっと寝てる。寝てる。あ、買い物なんか行ったりは。いや、ほとんどしません。休みの日は寝る。じゃほとんど、ね、寝るかっていうという、はいはい、なんかペットとか飼ってらっしゃる。飼ってない、もう嫌いでもそういうの。あ、そうなんですか。家の中とか犬とか言われたらもう本当嫌だもん。とんでもない。もう毛とかやったらもうお前分かってるかみたいな。掃除やるのも大変だしね。でも洗濯とかやっぱり自分で。洗濯とかはもないですね。しなくてはいけないですね。なんかこう趣味なんかって何かありますか。美味しいものを食べることかな。私も、ね、日本食とか洋食とかイタリアンとかいろいろありますけど、何が好きですか。もう脂っこってりしたものが大好き。ピザとか唐揚げとかステーキとか。あ、お酒なんかは、お酒は関係ないですか。そうなんですか。なるほどね。まあ、こう好きな音楽とか部屋にいる時って何か聞いてらっしゃったりとかしますか。な、音楽はほとんどおばさんの練習とかって言ったら、家にいる時は巡業出て出ちゃってて、ね、でファンの人に頼んである自分の好きなバラエティ番組をこう撮ってもらってるんで、それを見たりとか、あとアニメとか好きなんで、はい、サザエさんですけど、アニメサザエさん大好きなんで、たまった分見て喜んでるみたいな。サザエ長いですよね。貯めたらすごい見るの大変ですよね。大好きなの。じゃあ、こう画面の向こうの皆さんにですね、はいはい、こう何か京子さんの方から一言お願いします。何が、ファンの方にこうこれから抱負とか。自分のことでいいの。あ、自分のこと。京子です。これからも頑張りますからよろしくお願いします。今サザエさん全巻集めてますんで、古本屋回ってあと半分ぐらいあるから、ファンの方もね、見かけたら何巻がないとか言ってくれたらね、ちょっとくれたら嬉しいかなみたいな。ぜひね、お願いします。はい、それじゃあありがとうございました。赤コーナーの井上京子と堀田亮選手ってのは、はい、あまり見たことないです ね、まあ、井上貴子選手の同期でありパートナーでありとかね、そういう関係のある2人が出てるということで、関係のある、はい、どう彼は。いや、でもこれは京子は受けも攻めも両方できるレスラーなんで、選手なんで、ちょうどいいんじゃないですかね。堀田選手と私はちょうど対照的なんですが、京子は似たところもあれば、おお、対照的なところもあって、なかなか今日は井上京子がなんか、ね、乗ってますね。乗ってるね、入場した時から。あ、どうしたんですかね。あ、テクニシャンですね、こういうところは。これはなんだっけ、カンパーナ。カンパーナね、メキシコのお姉ちゃんの技で、はい、ね、今日はなんかやけに張り切ってるね。張り切ってるね。どうしちゃったんだろう。自分は一番かっこいいと思ってますから、彼女は。どう、堀田と組むようになってもう半年ぐらいになるでしょ。どう。そうですね、組んでみて。組んで一番気使わなくていいし、なんか変なことしたらかばってあげようとか、かばってもらおうとか、そういう気分にならないで、自分で自由に好きなことができるから、すごくやりやすい、組みやすい。ね、最初はなんか一見アンバランスなコンビだったんだけどね、うん、なかなか組んでるうちに、ね、合ってきましたよね、うん、タッグチームっていう感じがね、うん、お、下田が今ね、あ、やっぱり違うなっていう。違いますよ、蹴りは堀田さんにかなう人はいないでしょう。だからこの人をガードもう敵にしたらね、こんな嫌な人いないでしょ。私組んでてよかったですよ、本当に。蹴られるのが一番怖いですよね。そう思いません、見てて。うん、やっぱ後頭部ガンガンやられますから、顔面とか入るとね、怖いよね。怖いですよ。どっちかっていうと堀田っていうのはほら直線的だから、うん、どうしても組むとほらどうしても自分がなんていうの、ディフェンスというか受けに回ることも多いでしょ、はい、私が、うんうん、受けに回るとかね、受けになっちゃうんですよね、どうしてもね、うん、相手にもよりますけど、やっぱこの間の札幌の試合とかはやっぱ受けになっちゃいますね、うん、どうしても相手が、まあ、パートナーが攻めるとこっていうのはもう技が本当に正確でしょう。ねえ、何でも力は
あるし、テクニックを持ってるし、だから何でもできるんですよね。うん、それにやっぱりまあね、そういう意味で守りもね、うまいし、小さい怪我はいっぱいしてるけど、あんまり大きい怪我しないんですよ、この人。でもこうやってほら、自分の同期が自分と共にもうかなり現状の中でも、ね、いい位置になってきたでしょ、自分も含めて。そうですね。でもそれは嬉しいことでしょ、やっぱり。嬉しいですね、やっぱ名前を並べて言ってもらえると。おお、やっぱね、今日はなんかね、本当にさっきのなんか夫のプロデューサーも攻撃あるのみというね。そうですね、でもそれならそれでいいですよね、ポリシーは。でもその方が私は組んでて、こっちの方がいいんですよ。結構やられて帰ってきちゃうことが多いので、そういう時は思いっきりやり返します。うん、だから京子と組んでも一緒なんですけど、でも京子の場合は受けに回ってしまった場合は私が攻めなくちゃいけないんですよ。まあね、お互いに JWP と何度もね組んだりして、でもここだということですかね。そういうのあった方がいいですよね、うん、そうするとはこの人が誰でやっても勝つチャンスがあるでしょう。はい、5分経過、5分経過。あのこういう野外の試合っていうのはやっぱり気分的にね、あのリラックスするでしょ。そうなんですよね、なんか開放感があるっていうか、そんであの今ちょうど暑いジメジメした季節だから、こういう季節ちょうどいいですよね。泣き顔で自分を訴えてるというね、すごいですね、うん、これ全て計算してるんだ。計算してるんですよ、この女、計算高い女ですよね。あ、鶴田、だからね、井上京子はそういう挙手一投足 の、 あの動きがほらすごく細かいから、そうです、ね、ファンの人にもね、そこをね注目してもらいたい。さっきのお返しバロー、よし、いけ、あ、京子ちゃんやられる。なんか動きはいいね、みんなね。だからほら、なんとかタイトルマッチだとかリーグ戦だとかっていう、そういう型がハマってないから、伸び伸びとね、こういう時は。で、昨日と一昨日オフだったんですよ。だからやっぱオフがないとダメですよ、みんな毎日試合やってみたら。そうで、体が休まってるね。このお悩み、カチョーラスはどう、二人はやってみて。よく組んでると思うんですけど、あのコンビネーションがすごいいいというかね、で早いんですよ、すごい動きが。今日はね北斗出てないんだけど、やっぱこの2人のね、うん、上には北斗が控えてるってことで、うん、3人組まれた日には大変ですよ、捕まったら。やっぱ細いとちょっとパワーがあれですよね。京子、うん、捕まってますね。うん、京子はね、捕まりながらね、視線を計算してるんだよ、お客さんにね抜け出してるでしょ。あ、ナルシストですね。このね、村山レフリーの動きってのもね、またね、ね、割と独特でしょう。そうですね、これいいですね、これ村山さん。京子ちゃん、そろそろやり返してほしいな。大きい、あ、うん、ちょっとね、今当たってなくて半分ぐらいしか当たってなかった。勢いで倒れちゃったって感じ。あ、遅いからね、島田選手。でもやっぱりこうしてほら一番前で見るとね、迫力あるよね、島田のいくら軽いと言っても。そうですね。おお、これはね調子いいのよ。島田がジャンプするっていうのは。あ、調子いい時はジャンプするんですか。泣き声の危ない。まあ、井上京子は割とどんな技を食らっても怪我しないっていうね、タイプでしょ。そうですね、まあ、その分相手もほらなんか、あ、綺麗ですね、技がね、どんなやられても確実、正確だから。
아, 오, 시키 타래. 길이 막해. 이자 혼다. 혼다. 야, 아이들 다 만나네. 야, 진짜 봐봐요. ちょっと待ってなんでそうそう。蹴りまくれ。これどう？堀田の蹴りと関西の蹴りってのは比べてみて。いや、なんかね、すごく似てるんですけど、堀田さんはちょっと遅いっていうか、関西はなんか、堀田さん硬いですよ、体が。堀田さんじゃないや、関西はちょっとしなりがあるんで、蹴りがすごく速いし、なんか、 どっから来るか分かんないから、とにかく顔面だけはガードしとかないと。そうだよね、やっぱり変な入っちゃったら行っちゃうから、でも似てますよ、すごい重たい、危ない重たさとか、すごい似てます。そういう意味でね、堀田も関西とは出会って生まれ変わって、加賀子もね、尾崎と出会ってね生まれ変わったという。本当ですよ、私プロレスやめようと思ってたんですから。ああ、それはなんで？っていうかね、もうね、 なんかもうできないと思ってて、あんまり落ちてからやめるのも嫌だから、もうそろそろやめようかなと思ってる。目的というか、そういうあれがなくなっちゃった。もうそろそろいいかと思って、もうやめようと思ってた時にちょうど対抗戦の話があって名乗りを上げたんですよね。だからもうそういうチャンスというのはね、割と今年はね、トントン拍子で、プロレスっていうのは本当にそういう意味では 何が起きるか分かんないし、逆にね、すんさけやむみたいな世界だから。本当ですよね。だからやっぱりやってる限りはね、常に自分もいい位置でやってね、常にね、注目を浴びるようなね。おっさんはもう本当に攻めまくってるでしょ、今日は。今日は受け身取ってないんじゃないですかね。 昔のホッター6人タッグルとか出ると全く出ない時もあったよね。これがね、これ嫌なんだよね、あの蹴りは。おお、今日は調子いいね、今日は。調子になってますね。おお、蹴りまくれホッター。下田ももう最初からガードの構えですよ。 なんか諦めた、私もそうなんですけど、いつも蹴りの人と当たる。おお、子供が多い。夫は本当に見事なぐらいに攻めまくってると。攻めまくってますね。今日は受け身取ってないんですか。受け身を一回も取らないという作戦なのかな。かける技だけで受け身取ってますからね。夫選手受けて 何？やりたいな試合。まあそれはまたの機会ということで。でもすぐやりますよ、大丈夫ですから。15分経過。なんかあっという間の15分経過。15早いですね。京子が調子に乗ってるからでしょう。 堀田さん、受け身取りません。決まるでしょ。勢いというかね、乗ってたと。京子調子に乗ってるぞ。まあでも堀田さん京子だったら、京子も面白いですね、このペアも。ね、 ひょうこはもう取られちゃうんじゃない。大丈夫ですよ、夫さんは私の理解者ですから。いい試合でしたね。なかなか独白力の。はい、というわけで、調子といえばイワシなんですけども、今の時期は残念ながらイワシは取れません。でもこんなに魚がじゃじゃんありますね。口にも ありますね。踏みてください、これ。ということで、私のおすすめ品、魚菓子料理の日立さんにお邪魔します。それでは行ってみます。レッツゴー。こんにちは。
ちは。じゃーん。というわけで、この豪華な料理を見てください。まずはじめに、この先を紹介します。銚子名物の天然の岩牡蠣、5年から6年のもすっごい美味しそうでしょうね。じゃあ私これ食べちゃっていいのかしら。じゃあいただきます。これつけるのかな。美味しそうだな。あ、なんかみんな見てる。いいの。いただきます。え、こんな大きいよ。これ一口食べちゃうよ。悪いけどいただいちゃうよね。いい。いただきます。はい、次はカサゴとアイナメの洗いです。じゃあ早速いただいてみます。いただきます。じゃんじゃじゃーん。いいのかしらこれ。いや、2ついっぺん食べちゃう。私欲張りだからさ。いただきます。このマコガレイの揚げ出しは日立さんのご自慢の料理なんです。銚子に来たらマコガレイの揚げ出し、ぜひ日立さんでね食べてみてください。それではいただきます。あ、すごい。あ、すごい。何これ。あれ、カレー、これ。いただきます。あ、おいしい。すごい美味しいよ。はぁ、あ、美味しかった。ごちそうさまでした。今日はですね、昨日いきなり自分の家に影さんが遊びに来て、とってもびっくりしたんで、今日は井上京子の家に、行ってみたいと思います。ピンポン。はい。すいません、開けてください。山田ですけど。は？で、ここで追い出さないでね。はい。あの、すいません、開けてください。え、なんですか？あ、開きました。開いた。いっちゃう。あ、びっくりした。何でいいんですか。昨日ね、うちに影さんがいきなり遊びに来たから、今日は今日は何、今日は何ですか。アダもうちに遊びに来たの。何でですか。入れてもらおうかな。ちょっと待ってください。何ですか。ちょっと待って。うちはこうなんですから。なんかこれだから。これ何ですか。それサンダフですよ。ゴキブリの汚いやつですか。で、なんで入り口にあるわけ。こっからゴキブリは入ってくんですよ。こうにしとくと入らないっていうふうに聞いたんで。それではお疲れ様でした。お疲れ様でした。何ですか。遊びに来たから。あそこも何もないですもん。寒いです。そこまた気をつけてくださいよ。ゴキブリを踏んでもいいけど、しちゃ踏んじゃいけない。だからそこちゃんとこうないように。ちょっと待って。何ですか、すごい汚れてますけど。邪魔します。ね、掃除したんで一生懸命。何ですか。なんで山田さん来たんですか。遊びに来たっつってんじゃん。行こう。何行こうってなんですか。
本当に女の子の部屋じゃないみたいじゃないですか。別にそんなことないよ。うちはぬいぐるみあるけど。ね。メンバーどうぞ座ってください。すいませんね。何にもない。すいませんね。何にもない。すいませんね。何にもないんですよ。洗濯物もました。出られた。ちゃんと自分で洗濯してんじゃん。洗濯しますよ、ちゃんと。すいません。そこは開けないようにしてくださいね。そこね。だだだだと物落ちてきますからね。開いてんじゃん。落ちてください、そこ。いや、開ければいいの？開けたら大変なことなんですよ。閉めてくださいとか言っちゃいます先輩に。優しい先輩。閉めてくださいとか。あ、白い声で飲みますか。いらないよ。ねえ。何ですか。カーテン開けないの。カーテン一回も開けたことない。え？何一回も開けたことないの。何が開けたことないの。いや、カーテンっていうもの開けたことないんですよ。このここに住んで3年間というもの。嘘でしょ。本当です。だからこう誰かこう来たかなとかいつもこう探検つく。なぜな。だってこれ ね見えちゃうじゃん。だって怖いんだ。ゴキブリが来たら怖いんですね。ちょっと待って、キディ。窓はさ開けるでしょ。あ、ま、ドア窓も開けないんです。なんで。多分虫が怖いから。でこれ何これ。だからガムテープで。これガムテープでドア貼って。なんでそんなに怒るんですか。噂には聞いてたけど、まさか本当だと思わない。え、ゴキブリとかはこっから入ってくるの。ちょっと待って、だってし、ここ止めます。ガムテープで止めるよ。これが、こっからは怖い、ね、これが入ってくる。こんな隙間から入ってくるわけないじゃん。それが怖い。だって家の換気はどうすんの。換気なんかしないです。換気扇しかないです。で、聞いていい。布団干さないの。布団干しませんよ。布団乾燥機でやる。だから本当はこれも怖いんですよ。これもだからこれも閉めてる。怖いよ。だからあと自分の家で一箇所外から虫が入ってくるとしたら、この中を伝って入ってくるか。そんなこと誰も考えないよ。何でですか。一番考えるのはあんたが出入りするときに一緒に入ってくるからよ。そうですね。え、家入るも今度こうやってやった方がいい。うわこれでもうグーじゃないですか。あとここと、うん、あとあっちの換気扇がちょっと問題。ゴキブリとか出たらどうするんですか。一回出たの。一回もうそういうの飾るの好きじゃないんで。なんでここにあるの。いや、家に送ろうかなと思ったんですけど。これよ。でも一個ばっかり。え、何一人白のゴキとなんか飾ってんの。だから食べませんかって今言ったじゃないですか。食べますよ。一回聞いた時にちゃんと答えるよと思ってんでしょ。はい、はい、だってはいだってじゃあこっちも見て何なんですか。だってさ、私もさ、いっぱい冷蔵庫開けられたりさ、いろいろしたけど、まあ、まあ、うん、一応ね、いろいろ見ないとね、いけないからね。かぶったことないよ、帽子。じゃあかぶってあげた方がいいじゃん。これは中野さん。え？中野さんにもらった帽子。どうでもいいけど別に飾るつもりで。グニグニ。違う、私じゃないですよ、監督ですよ。バランスなんだよ、おかず。あといいですから、見なくて。このとこ映さないでくださいね、ここ。ねえ、これ体重計って何これ動かないの。いいよ。いいですよ。何ですかっていいじゃないですか。ねえ、ちょっと待って。何ですか。こんな狭いんですか。冷蔵庫でしょ。冷蔵庫ですよ。だからうちには冷凍庫はないんですよ。え、かわいそうに冷凍庫なくて。入ってない。変なもの。変なものって何ですか。開けちゃう。お客さんに。ねえ、ちょっと待って、ちょっと待ってね。冷凍庫ないんでしょ、はい。これどうしたの。凍ってるよ。私上の方に置いたけど、なんか凍るよね。え、ちょっと待ってよ、冷凍庫がなくて。ねえ、これのそばに置いと、ねえ、冷凍庫な、これ、ねこれ、あの、何だらけ、何つうのこれ。霜だらけっつうか。誰か掃除しに来てください。何って誰か掃除してんじゃないの。
ちょっと待って、ね、卵凍っちゃうんですけど、このアイスクリームと一緒に置いておいたら。凍んないんです。長年のこの3年間住んでるんですから。綺麗ってことは何もしないってことだよね。いや、これが作ってんですよ、いろいろ。どの卵あるんですか。素晴らしいじゃないですか。もういいじゃないですか、もう。ねえ、猫いないのに、私これ誰食べてんの、何食べてんの。夜あそこで、ニャンニャン泣くんです。あげてんのもしかして。すごいんですよ。あ、だから来るんですよね、でも。そうだよ。はい、そうですよ、きっと。なんでこんなに多く靴があるのか、私は不思議なんですけど。うん、誰の靴かよくわかんないんですけど。ね、下駄箱ないわけ。下駄箱ありますよ、そっちに。じゃあ、いいよ、帰るよ。はい。お疲れ様でした。そうやって追い出せよな。当たり前ですよ、そんな急に来て。冗談じゃないですよ。じゃあ、今度は電話してから来るわ。電話したらね。ゴキブリと一緒に。やばですよ。これには参ったな。そら、ゴキブリ余計ちゃんとしてくださいよ。ちゃんとしてくださいよとか言っちゃう。あ、素晴らしいですよ。なんだね、ゴキブリのために。当たり前ですよ。信じ、こんな家見たことないよ。なんでですか。本当に怖いです。はい、すいません。いきなり来て悪かったよ。当たり前ですよ。悪くるよ。お疲れ様でした。さようなら。
Oh!